こんにちは。山口県立美術館学芸員の岡本です。山口県立美術館は郷土色豊かで、県民をはじめとする多くの方に参加いただける開かれた美術館を目指し、これまでも様々な美術文化を紹介する展覧会を開催してきました。また和樹康夫や雪舟など山口県にゆかりの作家の作品約4000点を所蔵し、コレクション展として年間を通じて様々なテーマを設けご紹介しております。今回は当館の自慢の展示室からご紹介します。こちらは普段当館の古美術のコレクションを展示している展示室。ご覧の通り畳敷きのお部屋になっているんです。制作された当時の雰囲気を味わいながら、ゆったりと作品の鑑賞を楽しんでいただけます。今日ご紹介する作品はこちら。作品のタイトルは長春花図です。長春花というのはバラの品種の一つ。四季を通じて一定の温度になると咲くという、長く春を伝えてくれるという意味から長春花と呼ばれているバラの花です。作品を見ていただくと透明感あふれる美しい色彩が目に入ってきます。見事に開いたバラの花びら、こちら顔を近づけるととても良い香りが漂ってきそうですね。作品にぐっと近づいて見ていきますと、描き方に工夫があることが分かります。寄って見ていただくと分かるように、こちら輪郭線を用いていないというのが大きな特徴になっています。色の面だけを使って立体的に描いていく、こうした特徴が隅々まで生かされているんです。この方法さりげないようですが、水分と絵の具のとても巧みなコントロールが必要な技になっています。こちらの作品、バラ以外には背景にもうっすらとぼかした緑色が描いてあるだけで、とてもシンプルで潔の良い清々しい作品になっています。バラ全体は根元が下からずっと続いていますので、おそらく生けられた花ではなくて自然に根を張っている、だからこそのみずみずしさが感じられる、そんな表現になっています。さて、こちらの作品を描いたのは松林雪汀という画家です。この名前を知る人は相当美術に詳しい方かもしれません。実はこの人、松林慶月という山口県を代表する非常に高名な水墨画家がおりますが、その松林慶月の奥さん、妻である女性画家なんです。この松林雪汀という人物について知ると、またこの絵の見方が少し変わってくると思いますので、松林雪汀についてご紹介したいと思います。雪汀は明治11年1878年に旧白川藩家老である松林家の娘として東京に生まれました。幼い頃から何事にも優秀で、特に誰が教えたわけではないけれども絵の才能があったと言われており、早くも10代にして展覧会入賞を果たして将来を期待される存在となります。当時まだまだ女性のプロの画家は限られておりましたので、大変珍しいことです。明治31年21歳の時には、絵の師匠である野口雄国門下の兄弟子だった松林慶月と結婚。ですが慶月は病で療養生活を余儀なくされており、雪汀は女学校の美術教員となるべく猛勉強をして、中等学校の教員免許に見事合格、教員として家計を支えていました。やがて美術団体の展覧会を中心に活躍をし、夫婦で画塾を開いて指導に当たることもありましたが、30歳を前後する頃から徐々に夫の補助に専念して、表舞台からは自ら退いていきます。その後は表だった画家としての活動がごく限られていたために、雪汀が残した完成作品は今もとても少ないんです。それが現在の知名度ともつながっていると言えるでしょう。しかし雪汀は表舞台を去った後も絵を描くのをやめたわけではありませんでした。
多忙な夫のためによくお弟子さんと並んで庭の草木をスケッチしていたそうです。こちらは大量に残されている設定のスケッチブックの一部です。身近な花々が丁寧に描き留められています。ご覧の通り、設定の絵の実力は画壇の関係者はもちろん、何より慶月自身が認めるところでした。お孫さんがおじいちゃんとおばあちゃんどっちが絵がうまいのと質問したところ、慶月はおばあちゃんの方がうまいと即答したという、まあ微笑ましくも慶月のやや複雑な本心が見えるエピソードも伝わっています。作品に戻りましょう。こちらは設定が75歳の時に描いた作品です。近代の日本画らしい立体感がありながらもみずみずしさにあふれ、凛としたところが漂っています。画壇と距離を置いていたからこその素直な表現というのが、このバラのみずみずしさ、その美しさをそのまま捉えているのかもしれません。夫である慶月は妻の献身的な私生活、それから画業ともに大変献身的な姿に、後ろからひっそりその姿を拝むことさえあったというようなエピソードを残してもいます。家族を心身ともに支えながらも、自らの絵筆を一生離すことはなく、身近な自然を見つめ続けた、そんな近代を生きた一人の女性の姿が重なって見えてくるような作品です。いかがでしたか？山口県立美術館にはこの他にも時代もジャンルも幅広くたくさんの作品を所蔵しています。ぜひ当館に足をお運びいただき、直に作品をお楽しみいただきたいと思います。